はい、こんにちは、竹下敦です、今日ねご紹介するのは、大変気に入っております、こちら、ゴールドトップのねレスポールです、こちらにねギブソンのロゴが入ってるんですけど、これはですね友人がシャレでロゴを入れてくれました。もともとはねESP の、ブランドの、グラスルーツというね、ブランドのギターなんですけどね、大変よくできてますね。値段的にはね多分ね4万円ぐらいだと思うんですけど、4万円でこのクオリティっていうのはちょっと驚きですね。ちょっと音の方出してみますね。この音いいと思いません？このモデルは1990年代に作られたもので、今も同じタイプの商品はねラインナップにあります。で若干ね木の材質なんかは違うそうです。で僕はですねペグをね、こちらの、五等製の、ペグに交換してます。でこのペグがねすごくいいんですよね。ギブソンのね、クルソータイプと違って、見えるかな、ここのねポストの部分が短いんですね。ピント合うかな。でね、短いんで、ここの角度がね、弦とナットの角度がね浅くなるんですよ。で、一般的にはレスポールっていうのは、1046で貼るんですね。でこのギターに関してはなぜか、0942というね、一般的にストラトキャスターなんかに貼る、細いね、スーパーライトゲージになるのかな、をストラトキャスターに貼って、レスポールには、ライトゲージというね1046というね、若干太いタイプの弦を貼るんですが、なぜかこのギターに関しては、0942の方がいい音がするんですよね。これ不思議ですね。で弦なんですけど、今これダダリオ製の、コーティングしてない弦を使ってます。で今ねエリクサーの弦が本当に品切れなんですよね。もうびっくりするぐらいに売れてるらしくて、僕も通販でお世話になってるねサウンドハウスさんでは、今2週間待ちだそうです。でアマゾンなんかでは取り扱ってるんですが、やはり若干お値段の方がねサウンドハウスさんよりは、高いようですね。であと町の楽器屋さんなんかでは若干在庫があるようですが、やはりねなかなか入手なんですね。でこの弦なんですが、もう2週間ぐらい買えてないかな。ですがね、今若干やっぱりどうしても古くなるんで、ね、チューニング合いにくいんですよ。なんですがちょっと一つ発見したのは、ダダリオ社のね、弦は、一度やはり、きらびやかにね一番いい音の状態を抜けると次に若干のサビが発生するんですね。そこを乗り越えるとなぜかまたねチューニングが安定する時期が来るんですよ。
今これ C の開放で、チューニングやはりずれてるんです。ずれているんですが、これはちょっと許容範囲ですね。でこれが不思議なことにですね、弦を張って、3日ぐらいで、やはり一旦音質的にはこうかなり悪くなっちゃうんですよ。残念ながらきらびやかさがなくなって、チューニングもね相当に不安定になるんですが、それでもねずっと弾いてると、ある点から不思議なことに弦が伸びきるんですかね、またチューニングが安定するんですね。で、C、ドミソですね、波長調でいうドミソの和音の、まあこういうっていうのはレスポールではねなかなか合いにくいんです。なのでちょっと手見せますね。こういう開放弦を使った、見えるかな、これが合いにくいんで、こう制覇してこういう風に弾くことが多いんです。で、僕大好きなんですけど、エリック・クラプトンさんの「ワンダフル・トゥナイト」で、ちょっとごめんなさいね、指の方が弾きやすいんで指で弾かせてくださいね。やはりね、ちょっとチューニングやっぱり狂うんですよね。で、ストラトキャスターの方が、開放の、オープンコードに関してはね、チューニング合いやすいと思います。でレスポールはやはり、開放に弱いと僕は個人的には思ってます。その中でも、この ESP さんのね、グラスルーツ製のギターはね、開放でもねチューニングが合いやすいと思います。やはり2弦3弦っていうのはね、特に3弦は構造上チューニングが合いにくいです。プレーン弦っていうのはやっぱりどうしてもただのこういうね、ニッケルの、弦がビーってなってるんで、伸びちゃったり錆びちゃったり汗でね傷んじゃったりしやすいんです。まあ、丁寧にねチューニング合わせてあげることで、週間張った弦に関にしては優秀だと思います。これも新しい発見ですね。ダダレ社のものは一回落ちてからまた安定する時期っていうのがあるんですね。本当にギターっていうのは日々勉強だと思います。しかしながらさすがに、チューニングの頻度がね、チューニングしなければいけない頻度が増えてきたんで、友人にもらった、0942の弦にそろそろ張り替えようかななんて思ってます。はい、今日ねご紹介したのはすごく気に入ってます。ESP グラツルーツ製のねゴールドトップのレスポールです。はい、とっても気に入ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon です。本当にこのギターいいな。